パープルーム TV。 吉はきついしんです。はい、こんにちは。こんにちは、吉はき通信です。今回は和田さんの個展会場兼現お家のパープルームギャラリー兼パープルームズというものさんからお送りします。お送りしております。本日8月29日です。はい、お時間はね18時10、あ、ごめん、私の携帯2分遅れなんです。時計が20分です、ね、そう、20分です。本日はね、ワキさんが最近ちょっとだけ反抗期っぽいんですね。なんか最近？最近かは分かんないけど、まあ最近なのかなと思うんですけど、まあちょっと反抗期っぽくて、で、なんだろう、あの梅津さんにね、なんか言われても、あー、うるさーいって、うるさい、こういう感じで言ってて、そうそう、反抗期といえばですよ。一応これもなんか一応家の外に出てるし、家で否定したことありますか？吉田は何回かやってるんですが、やってそう、やってそうね。そうそうそう。ですね。そういえば、中学の2、3年生かわかんないですけど、その時に学校が嫌すぎて。学校が嫌すぎた。学校に行くのが嫌すぎて。嫌すぎた。トイレに、学校のトイレに立てこもったことが一度ございます。なんで学校のトイレだったんですか？なんかさ、なんか一応家出の話だったじゃん。はい。で、学校行きたくなかったと。学校行きたくなかった。なんだろう、行きたくないじゃん。行きたくないじゃん。学校には行きたくないわけです。学校に行きたくなかったら学校は行かなくないですか？ね、なんか出て行こうと。とりあえず行っちゃったの。とりあえず学校に行かなきゃで、学校に行きたくはないんだけど、学校には行かなきゃって。とりあえず行かなきゃってなりまして。なるほどね。とりあえず行くじゃないですか。なんか、マック行こうとか、電車乗ってどっか行こうとかなかったか。いや、お金も電車も乗ったことなかったし。ああ、電車乗ったことなかった。なるほどな。中学？中学。うん、なんかな、行ったことないわ、そこ。もうそういう手段が浮かばなかった。浮かばなかったんですよ、ね、その当時が。なるほど。なんか図書館とか。図書館だの、マックだの、なんだろう、いろいろありそうな、なんかやっぱ都会じゃないですか。あ、都会かっていうのは、地元は分かんないけど、一応東京だからいろいろ遊ぶとこあるのかなっていうイメージがあるんですけど、そういう発想がなかったんだよね。なるほどね、なかったんだよ。とりあえず学校に行きたくなかったけど、学校に着いたと。とりあえず学校に行ったと。行った。なるほどね。行きまして、なんか、どうもクラスにもう行かずに、教室にそのまま、なんかどこに行っていいかわからないから、トイレにとりあえずトイレに駆け込むトイレに避難して。トイレって避難する場所じゃないんだけど、トイレに避難して、これなんか用務員さんとか、掃除のおばちゃんとか、その人たち、掃除してるじゃないですか。その人に見つかりまして。掃除のどうやって見つかるの？個室に隠れてたんですか？なんか多分そう、トイレの掃除するときになんかしまっ…てか授業時間…授業時間のときに多分見つけられて。トイレってさ、授業の時間なのになんでここにいるんでしょうかって。トイレってさ、鍵かけていたんじゃないですか？鍵かけていましたけど。おう、それでも見つかるんだ。なんかお腹痛いとか言ったらよかったんだな。お腹が痛くて授業中抜けてきましたとか。なんかそういう発想が。ああ、向いてないな。向いてないあまりにも向いてなかった。向いてなかったのに。そう、そういうことがありましたね。で、どうしたの？見つかって。見つかって、泣いて。泣いたの？マジか。見つかったって思って。中学3年生でしょ。おお。
中学3年生で学校行きたくなくて学校行ってトイレに籠城して用務員さんに見つかって泣くってやばいっすね。何年生か分かんないなりね。いやいいよ、3年生の方がいい、いいと思うので、いいと思います。3年生の方がいいって、うん、なんか受験とかのこともあったのかな。受験、うん、そう、違うかも。違うのか、うん、全然、まあ、そうだ、ただ多分学校に行きたくなかった。なんかだるいとかあるじゃん。だる。だるいよ。だるくて起きたくなくてずる休みしちゃうとたまにあるじゃないですか。そういうのじゃないんです。そういうのじゃない。まあ、ただただ行きたくなかった。ただただ行きたくなかった。あーって感じだと思う。無理ー。無理ー。だるーいって言ってた。こういうトラック。で、見つかって泣くで、その後は用務員さんなんて言ってますか。大丈夫大丈夫って言われたの。え、見つかって、見つかって、そう、なんで授業中なのトイレに行ったのって言われたの。なんかそんな感じのこと言われて、てか多分泣いて見つかって泣き始めたんですよね多分。あ、見つかってすぐ泣いちゃったの。多分泣いてどんどんみたいな、どん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 っていうか、いやもう見つかるって思って、見つかるってことだけでなくて、見つかるプレッシャーじゃないかも。そんな怖い隠れ物で泣いて、泣いて見つかって、でなんかその後になんか全然見たこともないような謎の部屋に入れられて、謎の部屋、なんか何こんなところに部屋あったのかみたいな。どんな部屋だったんですか。視聴覚室とかそういうやつ。なんかソファーがあって、はあ、普通に机があるんですけど、はあ、なんかおもてなし室みたいな、ああ、応接室みたいななってて、はあ、そこにとりあえず入れられたんだ。休んでなさいみたいな。怒んないんだ。ほんでそうなんだ、もう泣いちゃったからね。泣いてるからあれですね。なるほどね、優しい。とっても優しかったね。なるほど、面白いこと。何だろうな、中学3年生ってもうちょい手があると思うんですよ、多分だけど。なんかね、トイレじゃなくてもきっと良かったと思うんですよね。そうなんですよね。分かんない。もう自分の校舎忘れたからあれなんですけど。どこですかね。トイレ汚くて嫌じゃないですか。中学のトイレって汚くない？私の学校って汚くない。なんか汚いとかいう考えもしなかった。しなかった。カバンとかも。お茶がね、お茶と一緒の色ですね、脇さんが。おそろっち。お茶、おそろっちだね。おそろっち、ニコイチですね。じゃあちょっと潰れてます。本当だ。そう、潰れたね。お友達がいっぱいですね。友達、潰れた。お茶、潰れたお茶がね。後で飲んであげます。はい、飲んであげてください。大切にね、大切に飲んであげてください。OK、そうしましたら、そろそろお別れの時間になりました。なんか言うことありますか、脇さん、最後に。そうですね、なんだろうかな。でも、家ではダメなんだ。家でダメなんですか。ダメかな。ダメじゃないと思うけど。5回ぐらいしてた。まあまあ、ね、まあ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 達人ですね。ああ、達人。オッケー。ということで、そろそろ今回の一話通信、はい、ありがとうございました。バイバーイ。